はいどうもサクスタイルでございます。今日も元気にダブダブ2の動画を撮っていきたいと思います。ということで、まあ、撮っていくんですけども、今回は、BO3 時代にたった一度だけやったデスするたびに、ショットでウイスキーを一杯ずつ飲んでいくっていうのを、やっていきたいと思います。もうこの名もなき酒が飲めるぞゲームやっていきたいと思います。ということで、今回ね、ここにちょっと触りにくいな、マイクもあってカメラもあって、ここにジャック・ダニエルと、まあちょっとうちねショットグラスがないんでね、おちょこで、でちょっとごめんね、なんでこんなさ手袋してるかっていうとさ、潔癖っ気があるからさ、コントローラーをきれいに保ちたいみたいなところをずっとね思ってて、なんでこれに気づかなかったんだろうってな、 FPS4 年目ぐらいにしてやっと気づくっていうね、これすごい便利だからね、みんなもね、なんかコントローラーの汚れが気になるよみたいな人はね、このビニール薄手これ買ってみてください。ということで、まあ早速ね、余談は、おしゃべりはいいとして、本編いきたいと思います。ということでフリーフォール行こうか。フリーフォールの方がやっぱこうデスのペースが激しいからね、リスもバラバラだし、ということでやっていきたいと思います。レッツゴー。嘘だろ、なあこの企画をやるっていうのにグスタフキャノンかよ。もう注いどきましょうね、もう注いどきましょう。はい、こんぐらいでね、はい、6分目7分目ぐらいでやっていきたいと。おい、日曜日のさ午前中からマジウイスキーの匂いが漂う部屋って、もう酒飲みの最後の方みたいなさ、酒飲みのいよいよ終わりのところの人の家だよな。っていうことで、何使っていこうか。普段使わない武器なんてね、入れてねえからね。あ、そうだ、このドミノってやつが出たんだよ、これ使っていこうか。いや、ちげえわ、グスタフキャノンだってこと忘れてたわ。嘘つけよ。じゃあ一杯目いただきまーす。待って、ごめん、待って、あのさ、ショットグラスよりもさ内容量が多いじゃん。ちょっと待って、グスタフキャノンで、ね、これは無理だよ。ショットグラスよりさおちょこ内容量多くてさやばいんだけど。全員いる？いるね。なあこれ、しかもなんか途中参加の感じ、いました。嘘だ、何その瞬間移動みたいな。ちょっとさ、ごめん、ひよってるわけじゃないんだけど、ちょっと半分ぐらいにさせてくんない？半分じゃない、一杯丸々入ってるよ。ちょっと半分飲むから、半分。なんでこんなことやんなきゃいけねえの？なあ。ちょっと待って、本当にちょっと待って、やめろよ、お願い、本当にこの企画やって、もうこの企画やってる時マジで倒せないんだ敵を。ね、俺知ってる、もうサクスタイル一人称サクスタイルのはずなのに、俺とか言い出してる時はね、もう余裕がない時だから。ウイスキーってこういう飲み方するもんじゃないからね、テキーラじゃないんだから。さ、喉がマグマ飲んだかってぐらいさ、いや飲んだことはないんだけどさ、飲めるわけないんだけどさ、いやマジ熱湯飲んでんのかってぐらい喉が熱いんだけど、な、敵どこいんだよ。 OK、 絶対逆、あぶねえよバカ、もう飲みたくねえんだよ。あ、これやばい、あ、これやばい、
これやばい、これやばいって。半分よ、半分よ。カメラ見ながら注ぐからオーバーしちゃうんだよ。ちょっと待って、偵察機やばいって、偵察機やばいって。敵の機銃装置だ、下がれ。おかしいだろ、おかしいんだ、おかしいんだって。飲んでる時にさ、敵の機銃装置だ、下がれ。飲んでる時にさ、殺すのはさ、それだから、それビオ3の時もあったけどさ、それもそのエンドレスでさ、エンドレスでこう4回ぐらい飲むやつな。やめて、ちょっと足音やめて、ちょっと急い、いただきます。ちょっと手元もおぼつか。ふざけんな、もう飲みたくない。もうお願い殺さないで、今は殺さないで。そんなにもう急いで飲めないの。もう夜の仕事やめて結構経つの。お酒で死ぬ人もいるんですね。お酒で死ぬ人もいるんですよ。勝手にサクスタイルは勝手にやってることですけど、いただきます。ちょ待って、ビオスリンの時よりきついぞな。あ、すっごい今すっごいダンディーな顔してるよ。今ね、サークスタイルね、あのすっごいダンディーな顔してる。しょ再会か。再会か。よし、任せろ。いや、まあまあまあね、こんな1試合やってひよってるような、ちょっとやめて、見ないで。何年もこっちは夜の仕事でな。 Yes baby。 いや、ベイビーとかいつも言ってないじゃん。もうお酒の影響がもろに出てきてんじゃん。 Yes baby。 おーい。おい、もうね、ほぼフルあったのにさ、ここか。もう3分の1以下。おかしいだろう。はい、ということでね、終わりてえな。で、めちゃくちゃ酔っ払ってきた。やっぱ。ね、これだからさ、これ、ま、前回もそうだったけどさ、これ飲み干すんだって、これさ、本当に前回もね、確かね、3試合ぐらいやるみたいなことをね、言ってたんだけど、もうなくなってさ、2試合とかでやめたんだよ。今回もじゃん。今回も。まあでも、見ててください。次は、ちょっと酔っ払ってきてるから、舌も回らない。酔っ払ってきてるから、そうね、ゼロデスに抑えるっていうのは無理だけど、まあ、5でいこう。5回までで抑えよう。だから、これ5杯飲むまでで抑えよう。じゃないと、よくない。日曜日が台無しになる。わかる？これまだ午前中なの。さっきワンピースが終わったところなの。ね？よろしく頼むよ。ということでね、やってきますよ。やっぱこういう時は、声がおかしいな。やっぱこういう時はね、使い慣れた、PPSH、スネーク2がね、やっぱいいんじゃないかなって、思います。真面目。やば！もう酔っ払ってんの？サクスタイル。やだって、もうだって打ちやめたった。もうやだ、飲みたくない。ちょっと、やばい、早く飲まないと、こんなところダメだって、早く飲まないと。いや、ちょっと、画面見えてんだから、来ないで。やだって、危ない、マジで。ふざけろ、まだ1杯目だよな。1です、オッケー。もう数も数えられねえ。あ、バカめ。
で酔っ払いのサクスタイルにやられるなんざ、お前は本当にそこら辺の野ウサギと一緒だバカ。やべ夜働いてた時のテンションになってきた。おい、圧倒的有利、頭出しっぽじで抜かれていく。ちょっとここで何このマップ、配慮のかけらもないリスポーン。待って待って待って、おいふざけんな、2敗じゃねえかよ。倍つぎまーす、倍つぎまーす、ふざけんなよ、なんだよこれ、なあなあ、いただきまーす。もう飲みたく、もう飲みたく、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、待って、喉入ってかないんだけど、やばい、来んなバカ、マジでもう喉通らないんだけど、いやだんだよ、もういや本当に伸びたから、ちょっと待って、急がなきゃ、これ配慮のかけらもないリスポンだから、いやだってバカ、はい、倍つぎました、倍つきました。お前こんなところダメだろリス。ここいるんだ。どこ行ったんだよバカ。オッケー。あ、これでもキルレ一応保ってるあたり。ふざけんなマジで。酔っ払いだと思ってバカにしてんだろ。あいつやれるやつだみたいな思ってんだろ。おい、ダブルキルじゃ、ボケこら、もう語彙力よ、ボケこらって、お前もう、まあ、飲みたくないよ、もうねえから、もうねえからなあ、はい、ということで、もうあのお酒なくなったんで、まあもうこれ以上飲むことはないんですけど、いや余裕だな8デスしてんじゃねえかよ。なあ、もう待ってくれ、もう待ってくれ、なあもう OK。 じゃあこっからはもうすっげえ超適当、生放送みたいなノリ。じゃあこっからはサグスタイル、あの死ぬたんびに、あ、なんか自分の性癖をね、いやこれはもうサクスタイルのチャンネル見てる全体の 5% しかいない女の子大喜びだと思うんだけど、まあ、サクスタイルの、まあ、性癖をね、まあ、みんなに教えていこうかなと。え、もう酔っ払いですよ。え、何ですか、酔っ払いですよ酔っ払いですけど、さあこっからっすよ、こっから死んだら僕性癖言ってきますから、みんな、あの女の子のリスナーさんはね、まあそりゃあ喜んでくれるでしょう水拳かマジでいやマジエイムやべんだけど、いやだー、うおーい、あのなんかこうハーフパンツとか短パンとか履いてる、ちょっと今のなしな、2回分はなしな、ハーフパンツとか短パンとか履いてる、あのもものとこからこう両手こう入れられて触られるのとか結構好きねえ俺何言ってんのマジでなあいやもう一回死んだ。これ前も言ったけど
フェラされてる時にちょっと自分立ってフェラされてる時にこの股の下からこう後ろの背中腰お尻の方にこう手入れられんの結構好き。で最後ラストのデスもサックスタイルだったよな。で最後な女の子の爪で金玉こうツーってやられる結構好き、はあ、これ動画にして大丈夫ですかいやもうサグサイル普通に酔っ払ったテンションなんですけどはい、ということでね、まあジャック・ダニエルも飲めて、もう日曜日から、1人で、ジャック・ダニエルのボトルを空にして、散々酔っ払って、いやすごいよこれ1本ね、これものの20分で空にしてみ、めちゃくちゃベロベロだから、もうマジで幸せな日曜日を送ることができそうです。いやもうこれがもうお酒抜けてシラフになってどんな動画だろうとサグスタイルはあげますからね。編集のサグスタイルさん、これ絶対あげてくださいね。ということで、吐きそう。今回の、動画のお相手はサグスタイルでした。よろしくどうぞ。次も見てね。バイバイ。ダメだろうこれは。ハーフパンツとか短パンとか履いてるあのもものとこからこう両手こう入れられて触られるのとか結構好き。